今回5回目の出演となる宇野昌磨。そこで荒川に今だから話せる本音を語りました。よろしくお願いします。お願いします。まずはコロナ禍というふうな状況の中で新しく始めたこと。家族にペットが増えたっていうのが大きかったかなと思います。実は去年宇野家にワンちゃんの新しい家族が増えました。それによってどんな変化がありました？僕がどんな心境でもいつも通りに接してくれるっていうのはやはり心の拠り所にはなるのかなと思います。さらに愛犬がいることでこんな効果も。お母さんに怒られる回数が減りました。すごく面倒見るから目がこっちにあんまり来なくなって。宇野選手と、そしてまた弟さんがご成長されたことによってお母様の手を離れていくのが寂しかったのかもしれないですね。そうです。間違いなくそれがあったと思うんですけど、うん、お母さんに一番プラスだったんじゃないかなって正直思います。まもなく北京オリンピックシーズンを迎える宇野。実は前回のピョンチャンで印象深いシーンがあったといいます。ネイサンチェン選手を見た時に本当に特別なんだなって。金メダル候補としても期待されていたネイサン・チェン。トリプルアクセル。どうしたネイサン・チェン。ショートプログラムで転倒が続き17位。メダルは絶望的に。迎えたフリースケーティング。イーグルから4回転トーループトリプルトーループ。ここでもチャレンジしてきました。オリンピック初の4回転ジャンプ5本を決める会心の演技。フリーではトップとなりました。トップで国を背負って戦う方はとてつもない緊張感、しかも4年に1回しかないという気持ちがすごい特別なものにさせているのかなと。今回はいろいろなキャリアを積んで4年間歩んできた中で迎えるオリンピックですけれども、どのように挑戦していきたい？楽しみではありますね。ここ4年間でいろんな気持ちの変化があり。実は宇野、ピョンチャンオリンピックの後一度だけ引退を考えたといいます。本当にやめようかなと思った時期も一度だけありました。まもなくオリンピックシーズンを迎える宇野。実はピョンチャン後一度だけ引退を考えたといいます。本当にやめようかなと思った時期も一度だけありました。それは2年前のグランプリシリーズフランス大会。トリプルアクセル大丈夫か。転倒が重なった宇野。総合8位とシニアで初めて表彰台を逃しました。僕は結果を残す自分にしか価値がないって正直思っていたんですけれども、ただ本当に拍手が温かかったんですよ。会場の拍手で涙がこみ上げてきて、いろんな方面に感謝の気持ちっていうのが芽生えるようになりました。感謝を胸に現役を続行した宇野。いよいよオリンピックシーズンへ。目標意気込みっていうのを教えてください。ジャンプの調子も例年からは比べ物にならないほど上がってきていますし、スケートに対する気持ちがすごく前向きで、今年はちょっとくらい期待してほしいなって思ってます。フレンズの練習で宇野は昨シーズン組み込んでいたトーループ、サルコー、フリップ、3種類の4回転ジャンプに加え4回転ループも成功させるなど好調をアピール。状況をお話を伺えてすごく皆さん楽しみになると思いますので、怪我だけはくれぐれも気をつけて、体にも気をつけて楽しんで頑張ってください。ありがとうございます。この後成長した宇野昌磨のショートプログラムをお届けします。
そばにいる。コラントって。勝負宇野。宇野昌磨、オリンピックに向けた候補の一つと語るショートプログラム、オーボエコンチェルト。まずは宇野が世界で初めて成功させた大技、4回転フリップ。さらに4回転トーループからトリプルトーループ。そしてトリプルアクセル。今はトリノオリンピック銀メダリスト、ステファン・ランビエルさんのもとで練習。スケートをやめようと思ったこともありましたが、応援するファンの拍手に支えられ続けることを決心。より感謝の気持ちを持って演技するようになったといいます。試合、練習を積み重ねた先にある北京オリンピック、それに出場できるように全力を尽くすと語った宇野昌磨です。